向井治主演、パリピ公明、早くも話題原作がチンコキャスティングとヒットの鍵を握る、上白石放火の伸びしろ。富士テレビ系、水曜22時枠、にて9月27日から放送開始した向井治、41主演のドラマ、パリピ公明が話題だ。初回視聴率は、世帯6.1%、個人3.5%、 ビデオリサーチ調べ、関東地区、でまずまず。何より、キャスティングが神、と評判になっている。10月4日に第2話が放送される本作は、累計発行部数160万部突破の同名人気コミック、パリピ公明講談社、を実写化した音楽青春コメディー。死んだはずの中国三国時代の天才軍師諸葛公明、向井。 が現代の渋谷に若返って転生するところから物語はスタートする。孔明はクラブで出会った駆け出しのシンガー月見栄子、上白石萌が23の歌に感動したことをきっかけに、栄子の夢を手伝うことを決意。目の前に直面する壁を軍師のごとく巧妙な作戦で切り崩していく。共演は、諸葛孔明の主君劉備をディーン・藤岡 43、A 子が務めるラウンジのオーナー小林を森山未来、39。SNS フォロワー10万人の人気女性シンガー宮入イリ・を菅原小春、31が演じ、圧倒的な歌唱力を持つアメリカの歌姫マリア・ディーゼル役は、3人組ロックバンド女王鉢のボーカルであるアブちゃんが務める。ヒップホップ界の若きカリスマラッパーの関戸バカン風は、 ELLY36 三代目 J ソウルブラザーズスーパーアーティスト前園刑事に扮するのは関口メンディー32ジェネレーションズだ第1話が放送されると漢服姿で流暢な中国語を話す劉備ディーンの美しさが視聴者の目を釘付けけに脇を固める癖の強いアーティスト陣が演じる音楽シーンは 原作の世界観そのままにバッチリのハマり役と評判だ。セクシーな衣装で妖艶なステージを作り上げるミア、菅原ふるには本気のパフォーマンスがドラマ超えてたかっこよすぎ。マリア、アブちゃんの歌には素晴らしくて感動した神が飼ってたなどなど、もはやドラマというより音楽番組かと思えるほどのこだわりようがガチンコキャスティングだとして話題となった。